自治会活動の中で女性の方たちが声を上げにくいというようなお声届きました。どうすれば自治会の中で女性の意見が通るのか、言いにくい、あるいは日頃から付き合いのある方たちだからやはり揉め事は起こしたくない、やっぱりみんな同じ思いは持つと思うんです。一方で男性たちはどう思ってるかっていうとですね、割と女性の声を聞こうとする、そうした柔軟さがあると私は島田の68自治会 の、 自治会長を見て、そう思います。一人で声を上げるのが難しかったら数人でお話をしてみるとか、あるいは自治会の役員を女性の人数をもう少し増やしてみるとか、そのことによって女性の意見というのは自治会の中でもっともっと反映されるはずです。島田市としても自治会活動に直接関わることはできませんけれども、市民の皆様からいただいたご意見をですね、自治会の方に還元するというお手伝いはこれからもやっていきたいと思っています。